い、どうも、キスケです。今回はですね、もうコッキーがね、もう最弱だと、まあ、みんな誰も使わない、もう上手い人みんな評価がやばいと、評価1、評価0、なんで生まれてきたのかわからないカードみたいなことをね言われるほどのカードなんですよ。うん、かわいそうじゃないですか。かわいそうやからね、ちょっと育ててあげようかなと思います。はい、まあ完全なるネタ動画なんでね。はい。完全なるネタ動画なんで、まあその辺踏まえて、ご視聴ください。はい。まあお相手はですね、トルネコ初級になっております。はい。まあこのぐらいじゃないとですね、モコッキーは使えません。はい。モコッキー使えない。うん。まあですね、これ早送りバックしてるんでね。うん。まあそんな、詳しく説明する必要はないのかなと。とりあえずモコッキーを育てて育てて、その育てたモコッキーをまあ皆さんに見ていただくと、まあ、それだけの放送になってるんでね。はい、心広く、よろしくお願いいたします。はい、皆さんはですね、新生活いかがお過ごしでしょうか。今ですね、4月何日今日4月4日ですね。4月4日。まあ、社会人になって4日目？いや、3日目か。3日目ですね。うん。まあな、まあな、まあね。まあ皆さんも辞めたいなとか思ってる人結構多いと思います。うん。まあ僕自身もですね、やっぱり新入社員の時に、入社1日目で、あ、辞めて、みたいな、思ってましたよ。思ってました。はい。まあね、やっぱりね、仕事、辛いですよね。うん。まあ、やっぱりバイトとは違う感覚が、常につきまとってるわけですよ。うん。常につきまとってる。やっぱりね、責任がね、非常に押し付けられる職場なんでね。うん。やっぱり責任感というものを、まあ、常に持ちながら、社会人というのは、仕事していかないといけないんですけども、うん。やっぱりね、しんどいですよ。やっぱりしんどい。まあ、ただ、しんどいからって、結構ね、自殺したりする人いるじゃないですか。うん。それはね、僕違うと思うんですよ。うん。それは絶対違う。やっぱりね、自殺するくらいなのであれば、もうすっぱりとやめてしまっていいんですよ。うん。すっぱりとやめて、まず次の、ね、自分のやった仕事を探せばいいじゃないですか。うん。そんな自分の人生をですね、無駄にする必要はない。ない。うん。で、もうすでに辞めたい方、結構いらっしゃいますよね。うん。やっぱり、自分に合ってない職場選んでしまったとかね、結構いらっしゃると思います。うん。その、まあ、なんとなく、この職場が、まあ、ぼちぼちの給料で、まあ、ぼちぼちの待遇で、まあ、保険とかもしっかりしてて、まあ、普通だからここにしとこうかなっていう人もいらっしゃるでしょう。うん。やっぱりね、そういう人はですね、結構、早く辞めたいなって思う人が多分ほとんどだと思ってて、まあ、僕も実際その一人だったんですよね。うん。で、そういう人はですね、無理に続ける必要はないんですよ。無理に続ける必要はない。やっぱりたった一度の人生じゃないですか。たった一度の人生。なんで、自分に合った仕事を見つけるまで、まあ自分の生活のために、そこでまあその場しのぎのために、まあ働くと。うん。もうそんなんでいいんですよ。そんなんでいい。うん。やっぱりね、職場はね、やっぱり結構一生つきまとうものですよ。死ぬまで。うん。まあ定年退職すれば、終わりなんですけども、まあ、やっぱり定年退職後、その職場で働いていた貯金であったり、まあもう死ぬまでやっぱりつきまとうわけですよね。やっぱりその職場選びっていうのは、うん、なので無理に、続ける必要はないんですよね。うん、無理に続ける必要はない、まあ、何回もね同じ話してるかもしれないですけども、まあ、自分のやりたいことを見つけるまでその職場続けて、まあ、見つかったら、もうすっぱりと辞めてしまったらいいんですよ。うん。やっぱりね、ブラックな会社、多いですよ。多い。やっぱりね、僕も、まあ、一番最初入った職場はですね、まあ、ブラックでした。うん。やっぱりね、お泊まりの勤務とかも、
あるわけですよ、お泊まり。うん、ただお泊まりの手当が出ないとかね、うん、結構ある。で、おいキスケ、お前勤怠をしてまた戻ってこいと、うん、無料で、働けと、でそういうね、こともあるわけですよ。ある、絶対ある。うん、よっぽどいい会社じゃない限りそれはあるわけですよね。うん、まあ、そういう時に、なんだこいつと、なんやこいつ、俺にただばけ働きさせる気かと思っていいわけですよ。思っていい、それが人間なんですから。うん、ただそれをバネに絶対自分のやりたいことを見つけてやるんだと、まあ、もしくは、まあ、その職場が自分に合っていて、僕はこの職場で一生働いて絶対上に立ってやるんだっていう人は見返してやればいいんですよね。見返してやればいい。うん、やっぱりそこで腐らずに、そこで腐ってしまうと、もう終わりですよね。そのままずるずる引きずって、上司の評価も悪くなり、もう一生底辺、一生底辺。やっぱそういうのではいけないと思うんですよね。うん、やっぱり、まあさっきも言ったんですけども、たった一度の人生ですよ。たった一度の人生、上に立ってなんぼ。うん、上に立てば給料も上がり、自分の生活も豊かになり、家も買い、車も買え、なんなら結婚もできる。うん、老後の人生も華やかになると。やっぱりね、まあ、職場っていうのはもうその人生ですから。うん、やっぱりね、生きてるうちの、まあ、半分もしくは半分以上は働いて終わるわけですよね。ってことは、その人生の半分を無駄にしないために、やっぱり自分に合った仕事を皆さんに見つけてもらいたいなと思っております。はい、そして新しく高校生、中学生、大学生になられた方も、多いですよね。うん、まあみんながみんな社会人っていうわけではないと。はい、学生の人はですね、やっぱり結構最初が肝心ということで、結構ね、まあみんなと話していった方がいいんじゃないかなと思います。はい、まあ、友達作りはですね、やっぱり非常に大変なんですけども大事です。うん、まあ中学高校なら3年、大学なら4年、専門学校なら、まあ、2年、もしくはもうちょっとみたいな環境ですよ。年単位ですよね、やっぱりどの学校も。うん、その何年もの時間をですね、まあ、3年4年の時間を友達少なく過ごすっていうのは非常にもったいない。うん、非常にもったいない。やっぱりね、一人が好きっていう人もめちゃめちゃ多いと思うんですよね。めちゃめちゃ多い。僕もその一人です。はい、一人めっちゃ好きで、飲み会とか誘われたら、うわダーリーみたいな、一人で家でゲームしてみたいな、そういう人間なんですけども、やっぱりね、社会人になってくると、そのね、学生の頃に、培った友達のつながりっていうのはね、結構大事ですね。うん、仕事で疲れた、気持ちをやっぱり友達と飲みに行くことによって発散できる。お前の職場どうやったとか、うん、こっちの職場はこうでめっちゃ上司がうざいんだよねとか、そういう話をするだけで非常にね、気持ちが楽になります。うん、なので、まあ、多く作れとは言わないですね。多く作れとは言わない。しっかりとつながりの持てる友達をですね、2、3人は持っておけば、もう本当に将来、もう非常に力強い支えになってくれます。うん、これはね、まあ、学生も終え、私転職も経験しました。うん、なので社会人の方にもね、アドバイスできるんですけども、大事ですよ、人とのつながりっていうのはね。はい、ってことで、なんかいつの間にかね終わっちゃいましたね。はい、お疲れ様でした。